月章のアニメーションが増月章とは月面のうち太陽光を反射して輝いて見える部分を地球から観測または予測した時の様相である。月章は地球から見た月と太陽のなす角度によって決まる。これは主に月の光点によって変化するが月が地球の周囲を一回光点する間に地球も太陽の周囲を光点軌道の約12分の一だけ光点する。 したがって月章の周期は、月の後転周期である、約27.32日よりも長く、平均作望月の約29.53日である。なお、ここで言う角度とは光景である。季節や時刻により変化する、気抜き差は無視し、太陽と月の光景差を月章と定義する。月章は時間とともに連続的に変化するため無限に分割できるが、日本では、 一般的に一周を360度の代わりに28で分割した値で表す。これは4の倍数で分割することによって1日、上限、持ち、下限をすべて整数にするとともに、4の倍数の中で平均作望月の約29.53日に最も近い28とすることによって、旧暦の日付や月齢と概ね連動させるためである。これらの特徴を踏まえ、月は、 常用的には、カレンダーなどに補記されて、月見などの伝統文化の参考にされるほか、占いなどにも利用されている。ただし天文学などの学術的には、月賞を28分割することに、あまり意味はないので、国立天文台の歴要項では、中央標準時における1日、上限、持ち、下限の4種類の月賞の時刻のみが公表されているし、 NASA による月賞の解説ページではそれらの中間の4種類を加えた8種類の月賞が解説されている。月齢と月賞は月の動きを日数またはそれに近似した数値で表現する点で共通している。従って月賞と月齢は概ね連動する。しかし月例カレンダーなどと称する出版物やウェブサイトでは一般的に月例を数字で表記し月賞を画像で 描写していることもあり、世間一般では、月賞と月齢の混同がしばしば見られる。月齢が、1日の瞬間からの経過日数を示す、時間的概念であるのに対し、月賞は、月の地球と太陽との位置関係を示す、空間的概念と言える。平均1日持続は、約29.530589という波数である。ため、カレンダーなどでは、 下記のような現象が見られる。月賞を平均作望月の二周29.530589により近い周期で表せば月齢とよりよく一致するが、一周を28としているのは4の倍数にすることによって満月と半月を整数にするためである。このズレと月の高天角速度が一定でないせいで一般に月賞と月齢は一致しない。例えば、 満月の月章は常に14だが、月齢はおよそ13.9から15.6の範囲を変動する。腕時計のムーンフェーズ腕時計や懐中時計の中には、月章を表示する小窓を装備しているものがあり、ムーンフェーズと呼ばれる。古典的な機構としては、両側に月の絵を2つ描いた円盤を59日周期で1回転させ、半円形を組み合わせた小窓によって円盤の 約半分を表示して、残りを隠す巧妙な気候になっている。つまり、円盤が一周する間に平均作望月の約29.530589日周期に、近似した29.5日周期で2作望月分の月賞を表現している。そのため、平均作望月にかなり近いとはいえ、29.5日周期では約965日に1日の割合で、 腕時計の方が早くなってしまう。超高精度な気候を持つものでは、IWC のポルトギーゼで577年に1日の誤差のモデルや、H モーザーのエンデバームーンで約1027.3年に1日の誤差のモデルが存在する。実際の月賞は月を楕円古上に光と影の部分に分けるが、ムーンフェーズは月食と同様に円を円で隠すことで月賞を表現している。 月賞例付近ではあまり違和感がないが、それ以外では、実際の月賞と、ムーンフェーズが表示する月賞の形状は大きく異なる。ちなみに、廉価な腕時計の中には、ムーンフェーズに似せたデ、デイナイトという小窓を装備しているものがあるが、これは1日周期で1回転する円盤を、半円形の小窓で半分隠している。 単純な機構であり、実用性も午前と午後を確認する程度しかない。ありがとうございます。